ユーフィーリングポイント4第4章安心を見出す。純粋な気づきは心の手の届かないところにあるが、心を完全に満たしている。自分の存在の源よりも仕事の成果を重視することで人生は本末転倒になっている。思考と思考の間の無が純粋な気づき。純粋な気づきはあなたの本質。あなたが知っていること、経験することのすべては純粋な気づきを土台にしている。生きるということは人生という映像が心のスクリーン、つまり純粋な気づきに映し出されるまでは始まらない。安心、感情、思考、行動という序列から抜け落ちていたのは純粋な気づきを知覚すること。純粋な気づきに気づいたとき、完全な安心を感じる。